かぎ針編みの道案内基礎編第8回。今回は輪の中に細編み8目編み入れるの続きで2段目を編んでいきましょう。この基礎編では5段目まで編むことにします。そのくらい編めば基本的な編み方にも慣れることができるでしょう。2段目の編み図を表示します。見慣れない記号がありますね。しかし案ずることはありません。これは同じ目に細編みを2目編み入れるという意味です。細編みを2回繰り返せばいいだけで、編み方に違いはありません。実際に編んでみましょう。1段目の最後、1段目1目目の細編みに引き抜き編みを編んだ状態です。まずは立ち上がりの鎖編み。続いて細編みを2目編み入れます。立ち上がりの鎖編みは1目と数えないので、1段目1目目の細編みの頭にもう一度かぎ針を刺して細編みを編みます。1目編めました。そしてさらにもう一回同じところにかぎ針を刺して細編みを編みます。これで細編みを2目編み入れることができました。ここで整理しておくと、1段目1目目の細編みの頭には、引き抜き編みの時に1回針を刺し、立ち上がりの鎖編みを挟んで、最初の細編みで1回、さらに細編みでもう一回。合計3回針を刺したことになります。1段目で1つの編み目だったところに、2段目で2つ編み目を入れました。だからこれを増し目と言います。個人的には増やし目の方が言いやすいのですが、本では増し目と書いてある方が多いですね。ちなみにこの細編み2目編み入れるの記号はこのように書くこともあります。この講座では V の字で通していきます。では編み図に従ってこれ以降の目も同じことを繰り返していきます。同じ目に細編みを2回編み入れます。1回2回1回、2回、8回繰り返してきました。目数が16目になりましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。そしてここからが間違いやすいところなので注意してください。これから引き抜き編みを編むわけですが、引き抜き編みと立ち上がりの鎖編みは1目と数えないので、飛ばして2段目の1目目にかぎ針を刺して引き抜き編みをします。うっかり引き抜き編みの目にも編みつけて、この段が18目になってしまったり、鎖編みの目に引き抜き編みをしてしまったりしがちなので注意。引き抜き編みと鎖編みは飛ばして2段目の1目目に針を刺す。そして引き抜き編みです。これで2段目は終了。
この調子で次回は3段目に進みましょう。お疲れ様でした。